ブラウン管の電子充電子柱とは、個体中の電子を高熱や高電解により空間に放出させ、これを電解により加速するとともに、電子レンズにより電子線をビーム状に収束させて照射する装置。電子を放出する陰極は、熱電子銃ではフィラメント、電解放出型電子銃やショットキー電子銃ではエミットと呼ばれる。熱電子放出型では、 固体中の電子を空間に取り出す電子源には熱エネルギーにより電子放出を行う。安価に安定な電子源が得やすいため、ブラウン管などに広く用いられている。加熱しているため、アウトガスの吸着が少なく、長寿命で安定的な電子線放出が行える。電解放射型では、高電解により固体表面金棒のポテンシャルバリアを薄くすることで、 量子力学的トンネル効果を利用して空間に電子を取り出す。微細な電子源が得やすく、また高い電流密度が得られるため、高分解能電子顕微鏡や電子線描画装置などに用いられている。量子ビーム科学研究施設。大阪大学産業科学研究所。2021年7月21日閲覧。ありがとうございます。